リーダーが起きるぐらいの力走を期待しております。で、グルトを上げて中にシャウエッセンの壁が入っていたら、あえて必要を出します。別の壁が入っていたら、もう一度フロントに行ってシャウエッセンが出るまで繰り返していただきます。途中でグルトを上げたりしないでですね、この20メートルを抑えるところまで持ってきてください。さあ、そして最後アンカーの選手はシールの旗を持ってゴールのテープであるホームベース方向に向かって疾走していただきます。もちろんアンカーは両チームリーダー、チームメンバーは松本選手、対するチームシャキバルは上沢選手に務めていただきます。中継はよろしいでしょうか。これは以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。相当すごい試合になりそうですね。スコーフィールドね、その名の通り360度使ってますね。内容の説明だけでかつてない尺を使っております。皆さんでもこれでね、結構分かっていただけたと思います。よく分かったでしょうか。でも両チームとキャプテン、グラウンドに寝そべってましたですね。なんかまだねスイッチ取ってないので感じがありました。いや、でも地方島でね、レベル2人とも気持ちよさそうでした。あ、じゃあちょっと伺いしてみましょうか。チームのエフターリーダー松本選手、意気込みお願いします。お前、そこまた、また何する？意気込み、もう切ってないです。お単勝いっぱいでしょ。単勝いっぱいですが、その辺はなんとなくでお願いします。なんとなくですいません。はい、最後僕らだけなんとなくただ走るだけなんで。そうですね、全力で走ります。お、全力の走りが見られるということですね。楽しみです。さあ、そしてチームシャキマルリーダー上沢選手、意気込みをお願いします。はい、でも大体こういう時のパターンってこの最後のレースがもう 何万ポイントもなるんでしょう。なるほどなるほど、忘れてください。あ、すいません、間違えました。そうですね、最終最後の戦いなんで、はいはい、しっかり勝って、そうです、いいレースをしたいと思います。いいレース期待しております。よろしくお願いします。さあ、